はい、はい、キノコ狩りに行きます。語弊がありますが、うん、食べるためじゃなくてヒナが毒のありそうなキノコを食べないように。はい、はい、ここです。なんかそういえば映したことなかったんじゃない。完成してから映ってないだよね。こちら、はい、こちら出来たてほやほやのヒナ舎というかヒナパドックですね。はい、はい、雨風がしのげるようになったわけですね。うん、あと害獣防止、うんうん、でもね中がね湿気が溜まっちゃいやすくてねキノコが生えるんですよ。もう中こんな感じで、まあ、土が土っていうか川砂なんですが、はい、今ちょっとね、はい、雑草やらキノコやらいろいろ栽培されてます。はい、キノコをね今取ってましたこっちで。まあ、どんなキノコが取れたか。松茸、松茸なんか見た目はね、松茸っぽい。あ、これはともちゃんが美味しくいただくわけですね。食べない、食べませんよ。また取れたの。え、うん、よく見つかるな。ほらやば。え、これキノコなの。え、キノコだよ。やばほらほら、キノコ狩りじゃん。あ、でもっとかわいい。あー危ない。そう、釘も借ります。釘狩りあんまり楽しくない。キノコあった。キモいですね、見てください皆さん。傘の中がキモすぎる。いや、ね、何キノコなんだろうね。詳しい人だったらきっとわかるんでしょうけど。あ、ちょっとね、もうこいつ生えてんじゃん、うざ、はい、いやね、キノコだから生えるよね。はい、皆さん何キノコかわかる方がいれば、うん、コメント欄まで。なんだろうね、なんか裏が黒いよね。そうそう、絵は細く、なかなかに気持ち悪い。ワンナップキノコとかでいいね。ワンナップとかスーパーキノコとかだったらいいね。あー、ダチョウがどんどん大きくなる。ダチョウが暴れております。これはアリ地獄でしょうか。出るようになっちゃう。へえ、面白い。あー、中にきっといるんでしょうね、アリ地獄が。そう、アリ地獄はウスバカゲロウの幼虫。昆虫博士コニータ。虫キング。あ、虫キングか、ルーツは。そう、今や知らないだろうみんな。あ、今の人は知らないでしょうね、私たち世代です。今なんかさ、うん、カード出すで何、ポケモン、うん、あ、目指したみたいな、ね、やってる大人をこの間見て。あ、大人、うん、へえ、かっこいい。大人も楽しめるんだ。大人が子供を押しのけてやっちゃってましたけど。あ、それはちょっとかっこよくない。やばいやつが。さて、こうやってモンハンでキノコを、ね、採集していくんですね。うわすごいね。あ、これ今日は青キノコがいっぱいだ。これが回復薬グレートになります。懐かしいモンハン、しばらくやってないですけど。ね、薬草から作るんだもんね。そう、よくやるよね。やるやる。ああ、ね、ゲームの中で。そう、確かに、うん、キノコの匂いがする。美味しそうですか。いえ、炊き込みご飯、ちょっとえぐい。あ、本当だ、してきたでしょ。これ嫌い嫌い嫌いという言葉が出ました。木くずも集めます。野鳥が食べそうなものは全部見てください。なんと傘がでかいことでしょう。あれ、鳥さんいない。いや、太い見て、お、すごいね、大物じゃん。草なんかそう、旨味成分の煮詰めた感じ。何、グルタミン酸とか。あ、そうそう、リノレン酸とか。お、なんか変な虫も落ちてるし、やだ。旨味の相乗効果やだ。さて、キノコは、いやでもまだいそう。殲滅したかと思いきやどっかに入ってる。そう、一個残しておくとね、胞子を吐いてそこが不快になっちまう。なんかここ風通しがあまり良くない。ここを開ければいいのかな。でも窓を開けちゃえばいけるんじゃない。開けちゃおうか。まあ、風通しは悪いよね。悪い、だって一箇所しか入らんし、とても悪い。
あとモンハンっぽい蜂の巣があります。取りましょうか。怖いですね。いないよね。いないよね。いたらもうちょっと嫌なんですけど。はいはい。ちょっといいよ、いきます。怖い。いない。そんなきちっかりくっついてるんだ。うん、めっちゃくっついてる。怖いですね。そりゃ確かにいないよ。外したし。ごめん。怖い。あんまり触りたくない。こいつは？うん。怪しい。怪しいね。さて。見てください。蜂の巣を触ったら手袋に穴が。なわけ。なわけない。あ、で、これ、さっきこれを取ろうと。なるほどね。そのためのハサミだったんだね。うん。てっきりキノコ狩りを楽しむためのハサミかと。キノコはもう掘れば取れちゃうからいいんですけど。ダンゴムシがいっぱいいるよ。やだ。はい、ダンゴムシとワラジムシの違いは何でしょう。ワラジムシは丸まれません。正解。ダンゴムシはくるっとボールになります。なんでさ、ワラジムシって便所虫って言わないんだろうね。便所に湧く。いや、そんなことはないけど。ダンゴムシも同じやな。不名誉な名前つけられちゃって。そうだね。びっくりした。ハサミがいかれた。ダンゴムシを切ってしまったかと思いました。いい、でかいダンゴムシがいる。怖い。昔ダンゴムシ飼ったんだよ。へえ。なんかね、昆虫図鑑とかでね、ダンゴムシを飼ってみようみたいなってさ。へえ。あ、でもダンゴムシ、そう、昔は好きだったな。昔は？うん。今は？普通。あれじゃなかった。早い虫じゃなければ大丈夫なのね。うん、でも好きではない。大丈夫なだけです。なんか小学校の時とかさ、道具箱にさ、ダンゴムシ入れてる女の子でやる。あ、でもポケットに私入れてた、ダンゴムシ。カタツムリは入れてない。ダンゴムシ入れてた。カエルとかも好きだ。カエルは今でもいい。さて、この辺の枯れ草も集めようか。クワ。あー、そっか。あれ一本あれば。確かに。じゃあ、それをじゃあ持ってくることにして、キノコと釘をもう一回。釘、でもここに落ちててもわかんないね。あれも巣なの。ああ、巣っぽいね。あっちにもなんかある。ねえ。ああ。やめてほしいですね。あっちの巣ですね。ツバメの巣とかだったらね、歓迎する。うん、確かに。なんかキノコは見る限りないかな。殲滅したかな。残念ながら。いや、だいぶ取りましたよ、これ。美味しそうなキノコだったね。煮詰めてキノコハンバーグ。いやー無理、死んじゃう。あ、キクス。うん、いいんじゃないかな。ともちゃんの雪当たりバッタリクッキング。やだ。今日は外に死んで取れたキノコ、キノコと蜂の巣を美味しくいただきます。絶対美味しくない、どっちも。いいかな。キノコ狩りはとりあえず終了です。はい、ということで楽しいキノコ狩りでした。はい。皆さんチャンネル登録してね。